目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。近畿滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。ああもう、なんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか旅館の女将に聞いてみるか。